こんにちは。日本語クラスです。今日は JLPT N に漢字をしましょう。漢字の練習問題です。漢字、ライティングクエスチョンです。これです。問題を3つしましょう。はい。では、いきます。最初の1番。どうぞ。これです。私たちのチームは、 決勝で敗れた、はいえー、決勝というのはよしました決勝は最後の試合です。はい、ファイナルゲームですね。ファイナルマッチでもいいです。そう最後の試合で負けましたという意味なんですね。この敗れたというのを漢字にしてほしいです。漢字どれですか敗れますは負けますの意味です。 うんどれですか答えは、敗れたはこれです。にです。これです。破れた。はい。破れたは、えー、試合に敗れると言います。これ、ルーズゲーム。負けますの意味です。試合に負けますと同じです。はい。えー、試合に負ける、試合に敗れる、同じです。これ。はい。 えー、ですので、ちょっと大きい字で見せますね。試合に敗れると言います。負けるの意味です。はい、えー。負けるの意味です。負けますってこれですよね。でもこれ、うーん、負けれたできないです。これはダメ。負けただったら OK です。はい。トゥルースですね。はい。そして、この漢字は 破れますですね。破れた。袋が破けたの破、えー、れますですね。よいしょ。あ、消えちゃった。もう一回。これです。袋が破けます。ね、ビリビリ,リ。穴が開きます。ゴミが出ます。破れます。です。はい。とか、もう一つ。これは漢字折れた。です。折れます。です。木が折れた。 木が折れたと言いますね。木が折れたはこれです。木が折れます。折れます。はい。です。木が折れます。これです。はいえー、倒れますはありますね。倒れますは木が全部下に行きます。これが倒れます。折れますはこうです。倒れます。はい。じゃあ次です。えー、これが今一番でした。えー、ですので答えは、えー、破れた。は答えは、 これです。破れたです。次、2番です。これです。昨日は部屋の掃除をした。掃除漢字は掃除の漢字はどれですかはい、掃除の漢字はこれです。これ。掃除。 はい。掃除なんですね。えー、この漢字難しいですよね。ちょっとね。掃除、これです。掃除。こう書きます。はい。掃除。掃除をします。まあ、掃除ですね。えー、そして、えー、もちろん、他のは全部ダメです。これもダメ、これもダメ。で、これは、この言葉あります。 ありますこの言葉。これは、戦争と読みます。清掃で、せいの意味、清掃の意味は、掃除と同じです。同じです。はい。でも、漢字読み方違います。はい。ね、はい、えー。掃除はこれでした。はい。じゃ次、最後の問題です。3番です。これです。どうぞ。 夫は子育てに協力してくれる。夫、私の女の人が結婚した男の人ですね。夫です。ハズバンです。子育て、子育てなんですか子育て、ここに書きました。子育ては子供を育てることです。チャイルワイズンって書いてありますね。はい、小さい子供。 いろいろ大変ですね。ご飯をあげますとか、一緒にお風呂に入りますとか、うん、一緒に、えー、幼稚園、学校、キンダーガーデンで一緒に行きますとか、いろいろありますね。一緒に寝ますとか。それ、子育てです、はい。夫は子育てに協力してくれる。いいですね。手伝いますの意味です。協力します。手伝いますですが、協力は。 どれですか協力漢字。はい。これです。協力します。これが答えです。はい。協力。えー、カタカナカカカって、ね、3つ書きます。これ、力というパワーの漢字なんです。えー、これ、意味。 あ意味です使い方は、協力するは名詞、ナウン。何々に協力すると言います、えー。意味は、一緒にするとか手伝うとか、そういう意味です。誰かと一緒にすること。はい。ね。Work together と書きました、えー。協力する。ですから、レイは、えー、私は父に協力する。 助けますの意味です。お父さんを助けます,すとか。私は父の仕事に協力する。OK です。仕事に協力する。いいです。名詞に協力する。ですから、OK です。はい。こうやって言います。ちょっと一個大きくしましょうか。はい、こうですね。一緒にすることです。はい。で、えー、っと、じゃあ漢字を。よいしょ。大きい字があります。 協力、これです。協力します。はい。ね。これが協力です。覚えましょう。覚えましょう。はいそ。では、えー、今日も一緒に勉強しました。また一緒に頑張って勉強しましょう。はい。では、さようなら。